白鳥橋白鳥橋は埼玉県秩父郡長瀞町岩田と道町野上下郷の間で荒川に架かる埼玉県道201号岩田日口停車場線の道路橋である。また荒船橋の異名もある。上流にある高砂橋と共に長瀞町一気の荒川を隔てた東側と西側を結ぶ橋である。1958年仮設の元橋は、 荒川河口から 103.8km の位置にかけられ、橋町9 9 7ル、福院5 5ル災害島城4 4 0ルの3景間のプレートガーダー橋である。水面からの高さは2 0ルである。上流側には、白鳥橋速道橋と呼ばれる歩道橋が密接して併設されている。速道橋に照明柱が4本建てられ、照明塔が 設置されている。橋の管理者は埼玉県である。両岸ともかし断球になっていて、低水路との高低差が大きいことから堤防などの河川設備がなく、橋は右岸側と左岸側の断球面を直接結んでいる。橋は大型車の通行が禁止されている。また、橋の取り付け道路の通行も困難となっている。橋を通る。 公共交通機関は特に設定されていない。橋の名前はかつて当地に存在した、白鳥村にちなむ、大滝橋の橋脚後橋が架けられる以前は、は、風の渡しと呼ばれる、都線上で対岸とを結んでいた。また、滑水期である陶器から春季にかけては、都線上に、長さ13軒、幅4尺の土橋を架けていた。明治時代に白鳥橋の前身である丸木橋の、 大滝橋が荒川のこの周辺では川幅が最も狭くなっている地点である現在の樋口駅近辺に架けられていた。この大滝橋はこの地域では荒川に架かる唯一の橋でその外見から地元住民により俗にムカデ橋と呼ばれていた。橋の作りは2本の杉の丸太を岩と岩の間に 私、二本の丸太の間に細い木の棒を、丸太の下側に横に渡して結びつけ、丸太の間の木の棒の上に渡り板を敷いて、縄で固定するものであった。橋の材料の調達は、個人所有の山から買い出した。橋の幅は差し五寸で水面に近い位置にかけられていた。ため、増水すると川幅が狭いこともあって、流速も早く、容易に流された、いわゆる流れ橋である。 増水して、橋が流されそうになったら、橋板は、丸太の元の部分を貸の立ち木に、縄で結びつけた後、橋板の通達で、岩田中具を畜草でで引き上げた。この作業は、雨の降る中、夜分であっても松明を焚いて行われた。減水して、橋の復旧の際は、岩の上に丸太を下ろし、丸太の元の部分を結びつけた縄を対岸に渡し、丸太を一本ずつ手工を使いつつ、 対岸の滝の上地区の住民に縄を殴り寄せるように引っ張ってもらい、最後に渡り板を敷くための細い棒を組み直した。滝はこのような作業をたびたび繰り返すが、唯一の橋であることもあり、時間と労力を惜しまなかった。明治の末期は自転車の普及に伴い、以前のままでは幅が狭く通行も危険なので掛け替えることとなり、その名も大滝三本橋と改め、 丸太を3本並べてその上に渡り板を並べるように改造されたことにより幅も広くなり自転車を押して渡ることもできるようになった。合わせて両岸に取り付け道路を作ることとなり岩の上に自然石をセメントで高く積み上げた橋脚を立てて橋面と水面との間の高さを高くし道路の橋への勾配を緩和した。これにより利便性が向上しある程度の増水には 対応できたが、さらなる増水で水没する際は、流水抵抗を軽減するために、板外しを行うが、豪雨と強風下の中での板外しのは、命がけの作業で、作業中に濁流に投げ出されて死亡した実例もあった。また、橋を固定する綱が切れて流出することもあり、下流に回収に向かうが、遠く、畑山まで回収に出向いた場合もあった。 橋が流出した際は場合によっては10日間以上、対岸との交通が途絶え、無理に川を泳いで渡ろうとして対岸にたどり着けず、命を落とす事例もあった。なお、橋が長期に渡り、普通となった際に備えて、橋の近くに物資を荒川の対岸に運搬する作動のような設備が、地元企業の発案で設置されている時期があった。この大滝三本橋は、 白鳥橋の仮設により廃止され、現在は、日口駅付近の荒川の菓や稼働に大滝橋の、橋台や橋脚が移行こうとして残されている。吊り橋の旧白鳥橋橋が流出すると、岩田地区は孤立の状態となり不便極まりないため、大滝橋とは別の場所に白鳥橋が、木造の吊り橋として、当時の大沢虎次郎村長及び村の有志によって、仮強されることとなった。 費用の一部は野上村の補助で大半は岩田地区が負担することとなった。建設の材料は橋板用に秋田杉を買い出したほか、個人の欅や近くの白鳥神社の境内の杉を伐採して得た。木材はコールタールで防腐処理が施された。取り付け道路の土地は岩田地区の人々が提供した。橋は地区民の協力で1915年3月に 完成し、開通式が挙行された。仮設当時の村長の名前から、この橋を大沢橋と呼ぶ村民もいた。首都は木製で桁けたは木造トラスの補助材が用いられていた。単景観の橋で、側景観は有していない。コールタールが塗られたため全体が黒い外見を持つ橋であった。自転車や銀車のほか、自動車の通行も可能であった。 白鳥橋の開通とともに次第に自動車の交通量が増加し、頻繁に橋が傷むようになると修繕費が重く、のしかかり、交通の用路でない理由から、県の負担は行わないとのことで、村や地域の財政を圧迫するようになり、橋の維持が経済的に困難な状況に陥った。橋の老朽化により、自動車が通行中に床板が寝太もろとも破れて、 運転手は一命を取り留めたが川に墜落して大破する事例もあった。二代目白鳥橋。白鳥橋の維持においてこのままでは地元住民の負担に耐えられないため村長のほか、地元の有力者が埼玉県に陳情し、県が事業主体となり、県費をもって新白鳥橋の掛け替えをすることとなった。新橋の掛け替えの際、下境市において大滝橋があった。 停車場の近辺にするか、休暇の位置にするか、もしくはそれ以外の場所かで苦慮した。さらに、住民の中には、土地が減るという理由などから掛け替えに反対するものも、出たが、県の係官立ち合いのもと、休暇の周辺を測量した結果、現在の場所に落ち着くことになった。課強位置が決定すると、今度は、新橋の取り付け道路の土地収容で、 大体地において土地の所有者と紛糾することもあったが、多額の費用を要したが、話し合いの末どうにか決着した。なお、土地収容の費用は岩田地区が負担した。1958年3月に、急遽の約80メートル川下の位置に、現在の橋が、春工。三景間の連続後半桁橋で総工費3750万円で観光した。 上部港は宮地鉄工所が施行した。合わせて、左岸側161メートル、右岸側260メートルの取付道路も整備された。竣工式は、同年5月10日13時に、橋爪にて挙行され、同時に、野上第二小学校にて、祝賀会が開催された。新橋が架けられた後も休憩の使用は継続されたが、1962年6月7日に、 撤去されている。後に歩行者等の安全通行の確保のため、1987年度に上流側に橋脚を拡幅して、そこに橋長99.8メートル、福音2.5メートル、高重61.5トンの後半桁橋で、歩道専用の橋である白鳥橋速道橋が設置された。上部港は、東綱橋梁が施行した。現在は、 この新白鳥橋を白鳥橋と呼ぶ。この橋は仮設当時の荒船大義士や山口県議員の尽力が大きかったことから地元住民を中心に荒船橋とも呼ばれた。2016年に公費655万4520円をかけて耐震補強の設計業務が行われ7月4日に完了している。翌年に 公費5627万9880円をかけて橋の耐震補強工事や高欄の塗装の塗り替えが実施され2018年2月14日に完了している。白鳥橋周辺の荒川橋周辺は長泥渓谷のすぐ下流に位置し埼玉県立長泥玉、ヨド自然公園の区域に指定されている。稼働の両岸は断崖で川岸には 長泥渓谷のような岩肌が目立つ。岩は主に黒色変岩である。この橋の下流側の荒川は玉、多摩、淀っとなっている。また、八周辺は紅葉の穴場スポットとなっている。断球面上は集落等の生活圏があり、工作地が多くあるが、右岸側は小規模ながらまとまった工業地も見られる。橋の下流側では、長泥町による水質検査を 年2回実施している。ありがとうございます。